シムカゴルディに GP カーシムカは1934年にアンリ・テオドル・ピゴッツィが自動車メーカーとして設立した会社。クライスラーがヨーロッパ進出のため1963年に買収し、1970年にはイギリスのルーツグループと共にクライスラーヨーロッパを形成した。1978年にクライスラーがヨーロッパ事業を PSA プジョーシトロエンに売却した際、シムカブランドは、ルーツグループ系のブランドと共に、タルボに置き換えられて終了した。進化とは、自動車車両車体工業会社の略。ピゴッチは1898年北イタリアのトリノに、生まれ、1920年代早々にシュレーヌで、鉄鋼取引を始めた。取引先は主にイタリアであり、最大の顧客は、フィアットであった。 1926年にピゴッツィはフランスにおけるフィアットの販売権を得たが当時フランスは国内の自動車産業育成のために交換税をかけており普及者の販売には全く見込みがなかったピゴッツィは最終組み立てさえフランス国内で行えばフランス国産車として認められ無関税となる抜け穴を見つけ シュレーヌに30メートルほどの組み立てラインを作って、フィアットフランスと称し、ほとんど完成車に近い状態のフィアットをパーツとして輸入し、パリを中心に販売を始めた。最初に手掛けたのは1932年、発売されたばかりのティーポ508で、ちょうどその頃、フランスメーカーの製造する自動車は 6CV 以下か、10CV 以上であり、このクラスが、 空白域になっていたこともあって好調な売れ行きを示した。1934年にはフィアットの資金援助を受け、ナンテールに5万平方メートルの工場を850万フランで購入、シムカを設立した。この時までにシュレーヌの組み立てラインは約2万9000台を組み立てし、完成者として送り出していた。1936年にはイタリアでトッポリーノと呼ばれた。 初代500をシムカ5の名で生産し、爆発的な成功を収めた。またパリサロン2100をシムカ8としてデビューさせた、フランス第4位のメーカーとなった。ヨーロッパ全土が戦火に包まれて1939年にはシムカの自動車生産も中止されたが、ルノーやプジョーの工場が甚大な被害を受けたのに対し、シムカは全く被害を受けずに終戦を迎え、 1946年から戦前と同じモデルの生産を始めた。1951年にはフィアット車をベースとしながらも自流に乗った独自デザインを採用したシムカーロンドが成功した。この好調に乗って1951年には商用車メーカーウニックと濃厚機器メーカーソメカ。1954年にはフォードのフランス拠点フォードフランス。1956年には 商用車メーカーのザウラーフランス、1959年には高級車メーカータルボを買収した。フォードフランス合併の再報道が取得した、シムカ株式15%は、ちょうどヨーロッパに拠点を持つべく動いていたクライスラーに売却された。クライスラーは1960年までに秘密裏に25%まで株式を買い進めたが、この時点でもフィアットが、 大株主であることで安心しきっていたシムカの首脳は全く気がついていなかったという。1962年にイタリアの自動車輸入が自由化されるとフィアットの経営状態は悪化し、しかもこの時シムカは大幅な増資を計画しており、フィアットには負担になりつつあった。フィアットの株式放出を予想したクライスラーはスイス銀行を通じて株式買い占めを準備。 これが当たってフィアットは株式の売却を始め、クライスラーは大量の株式を買い占めた。シムカは株式の売買に気づいていたが、フィアットがさらに買い進めていると思っていた。1963年にクライスラーは自家の25%高でシムカ株を買い取る、胸の新聞広告を出し、表面に出てきた。シムカ首脳は慌てたがこの時点で、 すでにクライスラーは64%の株式を取得しており手遅れであった。この事件は当時フランスの大統領であったシャルルド、ゴールを激怒させ、フランスの反アメリカ政策にも大きな影響を与えた。1966年にはクライスラーの株式シェアは77%に達し、1969年秋に発表された1100がフィアット系最後の設計による車両となった。 1970年には英国ルーツグループがクライスラー UK にスペインのバレーロスがクライスラーエスパーニャに改名されたのと共に社名がクライスラーフランスとなった。また経営危機に陥ったスポーツカーレーシングカーメーカーのマトラを参加としシム化製エンジンをミッドシップに搭載した独創的な3座席スポーツカーバゲーラが1973年に発売された。 1970年秋のクライスラー160、180、2リッターを皮切りに、1975年のシムカン3 0 7サンビームアルパイン、1978年の米欧共同開発車、シムカオリゾンなど、クライスラー主導による欧州統一車種が発売された。特にあと2車種はヨーロッパカーオブザイヤーを受賞した終作であった。欧州統一車種投入は、 ォードや GM と比較すると緩満なペースだったと評価されている。1971年9月には、クライスラーは96.7%の株式を取得していた。米国クライスラーの経営危機器のため、欧州部門は1979年に PSA プジョーシトロエンに売却され、PSA はシムカに変えて各社に往年の高級車ブランドであるタルボの名を冠した。 しかし販売は伸び悩み、タルボ各社種は1986年には生産中、よされ、プジョーに完全統合された。シムカ各社は1950年代から1960年代末まで国際工業が代理店を務め、日本にも相当数輸入された。フランスの自動車メーカーの特徴として、たとえ大衆向け普及者であっても、 非常に個性の強い自動車を作っている傾向があるが、シムカの場合には普遍的で保守的な設計に徹しており、コストを低く保っていた。精神的な支柱となった人物像もなく、レース活動も無縁と地味な印象に終始した。1950年から1952年まで、イタリア出身のレーシングカー製造業者、エンジンチューナーのアメディゴルディに特訓で、 シムカゴルディーニの名で世界グランプリ会一にも参戦。アジア人初の F1 ドライバーとして知られる大の王族プリンス・ビラもドライバーとして在籍していた。1930から40年代フィアットのノックダウン生産1950年代アロンドのヒットとフォード SAF の買収で独自路線へ1960年代から1000のヒットから9点。 クライスラー参加へ1 9 7 0年代、クライスラー化の進展1980年代、PSA グループ参加のタルボとして、ABCDE、世界の自動車マイナス11シムカマアトラアルピーヌ、その他、P8、AB、世界の自動車マイナス11シムカマアトラアルピーヌ、その他 P9、AB、世界の自動車マイナス11シムカマアトラアルピーヌ、その他、P12、AB、 世界の自動車マイナス11シムカマアトラアルピーヌ、その他、P14。世界の自動車マイナス11シムカマアトラアルピーヌ、その他、P16。世界の自動車マイナス11シムカマアトラアルピーヌ、その他、P21。世界の自動車マイナス1シムカマアトラアルピーヌ、その他、P30。世界の自動車マイナス11シムカマアトラアルピーヌ、その他、P31。 世界の自動車 -11 シムカマアトラアルピーヌ、その他、P33。世界の自動車 -11 シムカマアトラアルピーヌ、その他、P35。ABC。世界の自動車 -11 シムカマアトラアルピーヌ、その他、P7。世界の自動車 -11 シムカマアトラアルピーヌ、その他、P38。外国車ガイドブック 1975P224。 ありがとうございます。